はい、ありがとうございます。楽しんでいただけましたか？まあね、4年企画といえばみんなで演奏するんですけど、まあ一人でドラムをやってます。で、なんか一人で出るのこれだけなんで、ちょっと後輩になんか伝えられることあるかなと考えてたんですけど、考えてた時にやっぱ自分はやっぱそのスキルっていう言葉がすごい好きで、なんかドラムをずっとやってたからすごいいい経験をしてきたっていうのがすごいあって、まあ僕1年の時に保険も入ってたんですけど、その時に知り合った同期とかも保険辞めてからもバンド誘ってくれたり、まあ、その生音の4つ上の先輩にバンド誘われたりして、すごいいい思いしてるんですよ。だからなんかその時そういう時にドラムをやってきてよかったなって思って、だからちょっと言いたいことはちょっとまとまらないんですけど、別に音楽じゃなくても全然大丈夫、いいんですけど、別にスポーツでも芸術でも美術でも全然いいと思うんですけど、やっぱ自分の好きなものを一生懸命極めて、そうすれば絶対人生が豊かになるじゃないですけど、自分の好きなことでいろんな友達ができるんで、何かみんな夢中になれるものを続けてもらえたらなと思います。よかったドラムをねやりたいと思います。一人でドラムで出るってもうアマチュアじゃもうなんかありえないことっていうか、例えばギターで例えたら歌なしの弾き語りじゃなくてギターの ソロだけで出るみたいな感じなんで、すごい厳しいことなんですけど、まあ結構練習したんで、初めてこんな練習したと思うんで頑張りたいと思います。はい、自分の好きな川口千里っていうドラマの人と、まあ、神保明っていうドラマが好きなんですけど、このドラムをコピーしてきたので披露します。途中でね、拍手とか求めると思うんですけど、みんな拍手してください。じゃあ始めます。Thank you.